高島研究室では柔軟なスマートマテリアルを応用して医療、福祉、産業への貢献を目指す研究を行っています。柔軟なスマートマテリアルの一つである形状記憶ポリマーを使用した研究ではロボットの関節への応用を目指しています。形状記憶ポリマーは温度の変化により柔らかくなったり硬くなったりする特性を持っています。この特性を生かして従来の人工筋肉に形状記憶ポリマーを組み合わせることでより人間の筋肉に近い柔らかさと硬さを兼ね備えた人工筋肉の開発を目指しています。また高島研究室では医療用のカテーテルを操作誘導するためのシミュレーターや有機共有電体を用いた触覚センサーの開発も行っています。手術前、手術中において血管の中の安全な経路を選択するため正確なシミュレーションをすることで患者への適切な説明や安全な手術が可能になってきます。